ビフをご覧の皆さん、ライチ光クラブの白衛です。義正です。僕らの、はい、ニューミニアルバム、はい、危機解解が8月13日そうですリリースします。します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、うん、3タイプ、はい、3種類出しました。はい、3種類あるんですけど、あの初回版 A、B が共に DVD 付きで、はい、それぞれ DVD の、収録されているミュージッククリップが違う曲なので、はい、いろいろ楽しんでほしいです、はい、あと CD のみの通常版には、うん、ちょっと面白い感じのちょっと不思議なボーナストラックが ね、はい、なんていうのかな、アニソンみたいな、うん、確かに架空のアニメをイメージして、あまりにも僕アニソンが好きすぎてでもなんかなかなかアニソンのお仕事来ないんで、うん、勝手に架空のアニメをでっち上げてその主題歌をアニ僕の中でのアニソン歌手っぽく歌っているというね、そんなモナストラックもあったりするので、いろいろ楽しめると思いますので、3タイプ丸ごと楽しんでいただけると、嬉しいです。嬉しいです、はい、あとですね、もちろんツアーやります。ツアーやります。初日が8月21日郡山ですねがスタートなんですけど、うん、このライブはですね、郡山の、はい、国際アート&デザイン専門学校っていう、はい、エンターテインメント系のね、はい、専門学校とのコラボで、福島復興支援ライブとなっております。で、通常のライブとは違って、演出が入っていて、うん、はい、学生もね、はい、ダンスパフォーマンスとかいろいろ、そうですね、いろんな、ステージとコラボをするので、はい、ぜひぜひそのスペシャルのライブも楽しみながら、まだまだ被災地も大変そうなのでね、はい、なんか少しでもなんか元気を、元気になってもらえたらなと思っております。思っております。はい、でその後名古屋があって大阪があってでファイナルが東京でやるんですけども、名古屋でもねちょっと面白い企画があって、うん、ありますね、居酒屋ライチ光クラブっていうのをね、はい、ライブの後にライブの会場の近くの、はい、のなんだあれカフェバーみたいなところ で、ね、1日限定でオープンして、でそこはもちろんライチ光クラブ の、うん、音楽が流れていて、はい、でライチ光クラブに、うん、をイメージしたようなドリンクメニューとかフードメニューがあったり、衣装が僕らの衣装がね展示してあったり、素晴らしい、ライブの余韻をねそこで楽しんでいただけたらなという企画もあったりするんで、はい、いろいろこの夏ライチ光クラブとともに盛り上がっていただけたらと思います。思います。ということで、はい、今回ねビフからの質問が、質問が、じゃあ答えますよ。はい、今回のメインビジュアルで、衣装2パターンありますね。ありますね。まあこういうコートのパターンと、あと、まあ和装、はい、着物、浴衣みたいな、はいはい、着てますね。まあそういうのがあるんで、こういう質問が来てるんですけど、はい、理想の浴衣デートのシチュエーションを教えてください。はい、なるほど。どうなんすか。まあね、この浴衣デートって、デートっていう言葉がね、かなり僕の年齢からするとだいぶ遠い、うん、半分の年ではまだデートって言わない頃だったんですけど、まあ、一番僕がちっちゃい頃、まあ、浴衣デートじゃなくてこういう夏時分になんかそういうみんなで行くの楽しみにしたら、結構盆踊りとかは結構楽しみにしてて、盆踊りに行ってなんかいろんなこう屋台を見ながらですね、また昼に会う、まあ、女性に限らず男性、また夜に会う、また男性女性ってまた雰囲気が違って、僕は毎回その近所である盆踊り大会がすごく楽しみだったんで、シチュエーションは盆踊りです。なんかありますか。そうそう、僕もですね、浴衣デートとかしたことないですけど、正直、正直言うと。でも今回、まあ、僕はちょっと女性物みたいな柄の着物を着ていて、で一応でも僕の分の浴衣もあるんですよ、黒い浴衣もあるんですけど、ちょっと着てみたりはしたんですけど、いいですね、うん、いいですよね、風情がいいね、うん、でもやっぱり夜だね。夜ですね。まあベタに花火ですかね。まあまあ花火もいいよね。花火でもその盆踊りでも、うん、なんか浴衣を着て
その、なんていうんですか、露店、うん、そう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 、露店がいいです、ね、たこ焼きとか、うん、かき氷とか、うん、あるじゃない、はいはい、なんかそういうのをなんか美味しく感じるじゃないですか、うん、雰囲気で。そうなんですよね。そこでね、なんか缶ビールでも片手に、うん、いいですね、たこ焼きつまみながら散歩、うん、がまあベタですけど、確かに理想ですけど、いいですね、もう一生できないと思いますけど、ね、そんな感じです。以上、パクエと偽証でした。